貴重な決勝ゴールとなりました。試合を終えて今の率直なお気持ちいかがでしょうか。まあそうですね、入ってとりあえず良かったかなって、まあ、勝てたんでその勝利に貢献できて良かったかなと思います。ちょっと見てるところから分かりづらかったんですけれども、どういったシーンでしたか。いやでも来てポンと当たっただけだったんで、自分でもまあそっとしとこうっていう感じだったんで、まああんまりリアクションしないでホッさんがリアクションしてたんで、まあ自分的にはあんまりよく分かんない感じでした。その後ゴールパフォーマンスをやりましたけれども、あれはどんなパフォーマンスでしたか。なかったんですよ、戻っちゃってて、ホッさんは多分なんかこんなことやってたんで水戸黄門なんじゃないですかね、多分そんな感じだったんですけど、多分ですけどね、あ、いますよそこに、多分こうやってやってたんで、多分陰謀じゃないですかね、多分そうだと思います。まあ、ただ本当に前半からチームを助けるプレーというのが光っていました。そのあたりご自身のプレーに関しては、まあそこが自分の持ち味だと思っているので、やっぱりチームのこう影になってでもこうやっぱり助けてあげられるプレーとか、まあ小さなこう気づかないところであったりっていうのをまあ大切にしていきたいかなと思います。本当にあと残り5試合になります。どういうまたサッカーとか水戸としてどういうふうに戦っていきたいですか。まあ今日みたいにしっかりこう粘り強いサッカーをしていければ、まあやっぱり勝った時にやっぱりみんなでこう一体となって勝てたっていう嬉しさがあるので、やっぱりそういうのをこう一つでも増やして、まあもう残り少ないですし、こう今できるメンバーが今年だけなので、そのメンバーとやっぱり喜べる回数を増やしていけたらいいかなと思います。ありがとうございました。